さんの半分が水分が多い便が多い、うん、確かに今ここにしてるのはそうだけど全部こうなってます、うん、あの時折、ね、いいうんちもしてて水分ないのもしてます、でも見てると水分の方が多い気が最近してて飲水量がこれぐらい、そう、なんかこんなに違いが品であるのかしら、水浴びしちゃったのかわからないんですけど、まあすね、これってさどうやって見ればいいわけ、 1.5 と 5.5 足して、あ、違う、これ日にちですね、日にちで、はい、1.5 の決まれば 5.5 の決まれば、はい、まあ、それだったら大変多様にはならないんだよね、毎日毎日3だ4だ5だって飲んでると、ちょっと多いんだけど、1.5 とか1の日もあるからさ、これ気温と関係ありません？気温と関係あるんですかね、まあ、あの気温が上がれば確かに飲む量増える可能性はありますよね、だけど本当に病気で退院退院の子は気温関係ない、あ、そうですか、ね、暑い日もその、要は涼しい日も多いと思います、じゃあもうちょっとその辺は気にして観察した方がいいですね、ごめんよ、ちょっとロープ下まんまで行くね、ごめんね、はい、よいしょ、お、これで測ると34ありますね、この子も結構入ってる、40% ぐらい入ってますね、で、液ガスはなし、ボディコンディションスコアはいいと、うん、伸びてるっちゃ伸びてますね、ちょっとだけ切っときましょうか、そうしたらちょっと手袋してると切れないから、じゃあ目視で口につけてからね、あの爪切りしてきますね、あ、これ黒いのは上がってきたんですね、爪のこの黒いのね、上にだいぶ、うん、だから、うん、いいことなんですけど、これはね、うん、
ょっと一箇所ちょっとだけ出血しましたけど止めときましたので、ね、はい、先の方を切らさせてもらいました、はい、ありがとうございます。ごめんね、この子はうちは40個ぐらいで打つんですね、でまたその用紙は各自2枚ずつ出しておきますね、はい、よいしょっと、あ、そうか、ちょっと待ってください、便、はい、の方を今見ますね、はい、最近その方そんな悪くない。あ、そうですか、うん、ただ少しだけ未消化反応が出てましたね、炭水化物に関してね、ほぼいいんだね、まあ薬なしで、あのあれはやってますよね、この子たちビタミン剤、あげてないです、あの赤いやつ、黄色いやつ、虫に出るやつ、あげてないです。あ、今あげてないでしょ。ええー。あ、そっか。わかりました。もう一回出していいです。はい、お願いします。あげたってください。で、はい、ただ痛みやすいから絶対2回変えてくださいね。あ、はい、朝晩とね。24時間はちょっと使うとちょっとしんどいと思いますので。はい、じゃあそれ。レオンの、はい、保温した時にあの水分が少し茶色っぽいっていうのは、やっぱりそのなんか、消化が悪いからそういうライムちゃん、うん、かもしれないね。今なんか、あの、じゃあちょっと来てください。これはまあ、聖地を見ると400倍になって、はい、まあ、これはまあそんなにめちゃくちゃ動いてるということはないんだけど、これが動くならば、はい、これ倍率だなんで、40倍、はい、この黒っぽいな、はい、これに2種類水に入れるのビタミン剤ね、水溶性脂溶性のビタミンをね、はい、出しておきますから、かじゃあそれを使って、はい、見ながらちょっと様子見てもらえますか。はい、わかりました。はい、じゃあすいません、うん。